今回は鎌倉幕府の実権って北条氏が握ってるんじゃないの？に対する読者の反応を紹介します。よければチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではどうぞ。単行本の巻末コーナーで安定した時代は組織のトップは働かない方がうまくいくから仕事しなくなったと言ってたね。特捜家って言っても知らない人は何それってなるから本編では総帥って形で濁しつつ、特捜を解説上手で出すのがベストだと思うわ。これってトップがお飾りの方が下の者が権力握っていいようにできるからって意味？それもあるんだけどトップへ仕事が集中って要はトップが仕事できるやつイコール有能じゃないと機能しないってことだし、そのトップが世襲制ってのが近代以前の国家の常識だから、トップに仕事が集中は組織としてダメなパターンってのは正しい。中国もこれでうまくいってて最盛期の明の時代なんかは史上稀に見るダメ皇帝が続いてもなんとかなってたのはこれイコール官僚制が完成してたのが大きい。トップお飾りが将軍で有能な官僚が北条ではないのか、お飾りがお飾りすぎて執権もお飾りになった感じか。成人したら行に返される程度の存在だからな将軍つまり行に返さないと発言権増すから厄介とも考えられるが、問答無用で送り返されるという意味ではその程度とも言える。官僚の質で多少トップが優れてなくてもなんとかできるは現代でも割と通用してそうな。なんなら暗殺教室でも、震災の時、政府の連中が何の役にも立たなかったのに行政が破綻しなかったのは手足を担当する官僚が有能だったおかげって書いてたし、先生。官僚だって人間だから集団で間違える可能性はある。腐敗されたら選挙とかないから難しそう以外は官僚の自力で国を回すは強い。初代から三代目とシステム作り上げるときはトップが有能働き者でいいと思うけどそれ以降は有能な官僚とシステムが強い方が良さそう。もともと一人の人間に国の運営ができるわけがないので当然トップでも知らん、わからんことはある。だから下にその仕事に特化した人間を配置する。そんな各専門職のエキスパートが働いてる現場ににわか知識のトップが知ったかぶりで顔突っ込んできたらすこぶる邪魔。後期鎌倉幕府は現行で対戦するも防衛戦だったから得るものはなくて恩賞も出せず求心力低下してたり色々あるよね。それは別に、経済体系の変化と所領の細分化とかでの窮乏でしょ。それも致命的ではないし五代醐天皇が暴れなきゃ幕府は健在だったさ。恩賞も色々出てる。幕府本軍はほぼ戦うまでもないしょぼい戦いだったのも幸いだったな。だいたい50年経ってなんで恩賞でネチネチと。そもそも画像の高時も最後の執権じゃねえんだ高氏の義兄が執権、いろいろややこしいから鎌倉幕府総帥って表記になってるけど、北条の息子が主人公でラスボスの義兄なのに名前しか出てこない時点でややこしいことになってそうなのは想像できる。そういや高氏の嫁って出てきたっけ？北条の赤橋家の出だけど倒幕後も離縁とか側室に落とされるとかされずずっと正妻のままだったんだよね。元氏生まれたりしてるから夫婦仲は良さそうだよな。足利高氏をラスボスとして軸にしてるし出さないんじゃないかな。叔父上を最後の肉親と言ってるし。最後の肉親に関しては同じ北条って言っても叔父上は特捜で投資さんは赤橋だから肉親とは言わないんでは。もっと遠い親戚も出てきてるし死んだけど。将軍執権特捜内慣例、黒幕の黒幕の黒幕の黒幕がいる少年漫画的な設定だろ。ナルトの暁かな。さすがにここまで黒幕がいる少年漫画はそんなにないと思う。リアル感がないって読者に怒られちゃうからしゃあない。高時の父親の定時がいろいろあって政務を放棄矢印北条本家特捜家の家来の長崎氏や外籍の足立氏が実権を握る。高時自身が病弱だったこともあって末期の鎌倉幕府ではすっかりこのようになってる。なおそんな中でバチバチに権力争いやり合ってたのが安平おじさん。天皇に代わって実権を握った将軍に代わって実権を握った執権に代わって実権を握った特捜に代わって内慣例が実権を握っただけだぞ。実権まとようしか。ただでさえ執権職は激務で身体壊しやすい上に本家筋の特捜は近親婚の影響が出てたという説もあるね。同時期の足利も北条家との婚姻で似た状態っぽくて、足利高吉が夭折した結果側室のこの高氏にお鉢が回ってきたと。なんか足立家との婚姻が多いな特捜家。ちなみに高時父が仕事を投げ出すようになったのは加減の乱で北条分家の勢力を削ごうとするも、失敗して自分の腹心を殺す羽目になったから、という説もある諸説あり、つまり鎌倉高齢のうち下馬のせい。源氏の統領を傀儡にして幕府乗っ取った北条が傀儡になるなんて皮肉。なんだったら一説によるとスレガの両脇は平の清盛の子孫って話もあるからもし本当にそうなら皮肉にも程がある。
そうだった創作みたいな本当だな。創作でもやらねえよという後醍醐天皇や高氏がいる時代だけど、長崎氏と金沢氏とついでに赤橋氏の大勢と叔父上と各界にの北条派閥が水面下で荒探しをしていた。時行のおばあちゃんは息子の高時を執権にするために相当な権力闘争を勝ち抜いてきた。別に好きでこういう体制になったわけじゃなくて、特捜イコール執権が基本だったはずなのに、四代目あたりからもう若死にしまくってるから、そら鎌倉末期が執権じゃなくてその執事たちが実権握ってる状態じゃ大乱は起きても無理ないよ。当の執権たちが高時の中心だったからよかったものを。前のナルトでの大名すれでもあったな。それほど前に出張らずに賛成意見も反対意見も出して、実力と影響力も吟味して判断し、ある程度の流れを下に委ねてくれるから助かるって。立憲君主制の国みたいに首相が王の代わりに行政権を使うが、実権は議会と公務員が握ってる感じ。執権までならそういう言い方もできるけど、総理大臣も実は傀儡で総理大臣一家の本家が権力牛耳ってます。本家も実は本家の家来に操られてますって状況だからな。末期は傀儡にしてる奴を傀儡にしてる奴を、さらに傀儡してる奴を傀儡にしてる連中が運営する組織。官僚制がうまく構築できないとこうなるという極端な例。トップが傀儡の組織はたくさんあっても、ナンバー2以下まで傀儡が続くのは他に思い当たらないレベル。それはむしろ官僚制がうまくいっているのでは。一応は公的な機関である幕府の制度の中ではなくて、幕府の非公式な有力者の下に官僚組織が発達してるのがポイント。公的な裏付けのない官僚制に実権が握られるのはかなり特殊で歪な事例。上場衆からより哀衆への実権移行とかね。なるほどね。ベインを操ってる、長戸を操ってる、帯戸を操ってる、マダラを操ってる、絶を操ってる、かぐやと同じ構造か。やっぱ全部読んでると賢くなるな。日本の旧軍なんかは方針や作戦決める権限のある人が相談する部下が実質的な権限者になっちゃってた部分があるみたいな話があったな。朝廷を傀儡にした、将軍を傀儡にした、執権を傀儡にした、特捜を傀儡にした、内官令を傀儡にした、仙台内官令が天下の権を握るというクソ体制。せめて執権イコール特捜を貫き通せればまだマシだっただろうけど、執権みたいな公的機関のトップだといろいろ制約があるから、下の世代に押し付けて北条嫡流当主な執権という私的な立場で動くのがやりやすかったのかな。朝廷まで含めると、天皇を傀儡にする、摂政関白を傀儡にする、富士市長者を傀儡にする、上皇地天の君を傀儡にする、征夷大将軍を傀儡にする、執権を傀儡にする、特捜を傀儡にする、内官令が政治している状況だからな。やばい。ただ救いは執事連中が北条を支える立場を逸脱しなかったことか。北条側が疑わしいならやっちまえ。だから逆らうリスクがね。ただでさえ立場がふわっとしてる特捜を倒しても権威が得られないからな。北条以外の御家人に一気に潰されるリスクの方が高い。鎌倉幕府の征夷大将軍が3代じゃなく9代までいたのって案外知られてないのかな。中学校の授業で鎌倉やるのって大体いい国作ろうから原稿までばっかで、いつの間にか室町にシフトしてて、その足利も金閣寺作った人と銀閣寺作った人くらいしかやらんしな。河内源氏親子以降も藤原将軍、宮将軍がいたことだけなら認識されてると思う。ただ9代という数字は怪しいかも。ぶっちゃけ小中学校で習う概論レベルなら無視できるくらいの存在なので。暗殺されて源氏嫡流断絶までしか鎌倉将軍に触れないからな。大学以上で日本史に触れないと知る機会がない。高校の日本史レベルやね。日本は権威と権力を分離してきて、結果的に天皇を守ってきた。実際に権力があった時は多くの皇族が亡くなってきた。ただ権威と権力が乖離しすぎるとそれはそれで混乱する。鎌倉末期がその代表例である。後醍醐の好きにさせたのは失敗だったと思うわ。後鳥羽みたいに武士たちで完封すべきだったけど、なぜできなかったのか。最終的に武士の時代に戻るなら北条のままで問題なかったわけでね。やっぱ盲信した高氏が悪いのか。巨大ロボの操縦席に座っている、等身大ロボの操縦席に座っている、ミニロボの操縦席に座ってる、ミクロロボの操縦席にナノロボが座ってるような状況だろ。これで以上となります。次回の動画を楽しみにしていてください。